行けばいいんだって。で、あ、ちょっと待って、でも、一人でやってみなって言ったら、一人ではできるんだって。で、でも、人がいると重いから、こう、起きれませんみたいに言うから、でもさ、人がいると確かに重いのは、重くて起きづらいっていう、それはネガティブな面もあるけど、ポジティブな面もあって、何がポジティブかって言ったら、ここで膝抱えてるからさ、相手が転び始めたら、ここで引っ張ってもらってんだよね、こう、紐で、相手転んでるのことを引っ張ってもらえば。起きやすいじゃんって俺は思うんで、なんかそういう意識も持ってやる。まあでも、関田さんくらい食べないと、うわっ、100キロ超えな、あんまこう入ったら、これで入れさせねえぜ、うん、戻ってきな。うん、そうだろ。で、そうだな。ちゃんと立つでしょ。ちょっと ある程度戻る。で、だから、あと、蹴る方向もね、ちょっと戻って、戻って、はい、もう、あります。蹴る方向がすごい大事で、あ、俺みたいな。こっちにめっちゃ蹴って、こっちだよ。ほう、だからこう切れるんで、こっちじゃないよ。なんかもう相手に全部こっちに行ってもらって、ついでに俺も起こしてもらうような感じ。それとちょっといい、浮かせて、浮かすこと、足、この相手の足を浮かすのがすごい大事で、だってついこう横に蹴るんじゃない、だって動かんじゃん横に蹴っても、浮かすんだな。例えば、起きやすいです。まあ、実際こんな簡単にいかないんだけど、だから、こう、くっ、こんぐらいでもいい感じよ。はっ、まあ、何らかの、そんな感じ。あと、たぶん、丸まってるとね、できないんだわ。ここでこう体を反らすな、この辺で。体を反らしてるから起きれるんだと思う。こう、朝起きるときみたいに、この起き方は、負荷がかかってると、まあ、起きれないと思う、多分。気持ちは分かるけど、こう体を丸めればちょっとでも起きるのに近づきそうだから、遠ざかります。こう、胸は、体を反らしたまんま、全部同時に、ちょっと離れるようにした方が、起き上がった後の処理が楽。これはちょっと起きれるけど、この後が大変なの、なんでだろう。なんか押し返されやすくなる。ここが安定してるから、この辺で止まりやすいんだよね。はっ、蹴り放って、いっぺんに浮かしちゃうと、それこそされづらいんで、多分この辺はコツなんだよね。